曲げられるけど、この気持ち曲げられない。マリ TV。 どうもこんにちは。高知生まれのマリとカナダ出身のジェフです。どうもよろしくお願いします。実は私たち高知で昨年結婚した新婚夫婦なんですが、でもジェフは高知に来て6年くらい経ったよね。うん、カナダに住んでいた時は何でもかんでも利用人にメイプルシロップだったのが、今では何でもかんでもゆずポン酢です。ね、本当にもう今日もゆずポン酢卵ご飯食べてきましたね。そんなことより今日はね、憧れの夫婦お涼と坂本龍馬になれてますことも嬉しいし、ジェフちょっとなんかいいや、リオーマになりくってるせよ。国際結婚なのか、たまに会話に時差が生まれます。あ、でもね、荷元がね、特によう認中で禁止だから。確かにね、龍馬さんも目が悪うてね、目を細めた目、こんなにおねされてましたけど、でも他にね、かっこいい龍馬さんとジェフとどっかね、認中ところを他にね、探しちゃいがれてんのね。あ、そうそう、龍馬さんって剣術が得意やったそう長やけど、ジェフなんか武術とかなんかできるが？できるぜよ。お、僕は空手黒身2段ぜよ。がやけに多くて、誤字脱字も結構ね、多かったがやって。ああ、これは僕が前に送ってたメールと同じです。え、何が同じ？ひらがな、カタカナ、送って誤字脱字。もう本当ね、だから私が返信メールがね、こう赤ペン先生のように添削をしてメールを返すっていうパターンになっちゃりました。あ、今では十分上達しました。ありがとう。いや、どういたしまして。でもこんなにね、もう夫婦間でもお互い感謝を持つっていう心は必要よね。あとね、龍馬さん子供が大好きやったらしゅうてね、ジェフも生後10ヶ月になる私たちの我が子レオンにね、よく本の読み聞かせをしてくれるよね。そうぜよ、ね、もう少し大きくなったら日本の昔話、桃太郎とか猿かに合戦とか読み聞かせしてあげたいよね。昔々ある
るところに柿の種を持った猿が道を歩いていると、おにぎりを持ったカニに出くわしました。あの、カニやってるんですか？うん。ちょっとな、爪変じゃない？爪普通さ、こうでしょ？うん、カナダのカニは手がでっかい。あ、本当にこれね、私たちカナダに行った時、カナダのカニの手はでかかった。柿の種っておいしいよ。外国に人気、めっちゃ人気だよ。メイドインジャパンのお菓子。あの、それ神田製菓さんの柿の種の方だから。もう柿の種違う、もう そっちの柿の種じゃないし。でもめっちゃおいしいけど、あー、もう国際結婚による異文化価値観の違いや。もう、あ、じゃあもういいや。桃太郎の話をまず覚えて、繰り返してね。うん、昔々あるところにおじいさんとおばあさんがおりました。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがおりました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ。日本を今一度洗濯いたし申し候。いや、龍馬さんの名言が続き、もうええわ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。2組目は山崎麻里さん、そしてウォン・ジェフリーさんのご夫婦にパフォーマンスをしていただきました。いや、もう何よりも気になるのがやっぱりウォンさん、ね、カナダから、カナダからで、実際その坂本龍馬の衣装を身にまとってみていかがですか？あ、はい。ああ、なんか多分空手の演奏以外で、本当に坂本龍馬感じしました。本当に坂本龍馬になったような気になったということで、はい、そんな旦那様のお姿を見ていかがですか？もうかっこよかったじゃん。おう、惚れ直した。バッチリなコメントいただきました。ご夫婦で漫才をするのはこれが初めてです？はい、もう初めてになります。初めてとは思えないような堂々とした漫才でしたけれども、それでは審査員のお二人にお話聞いてみましょうか。お願いします。はい、お疲れ様でした。いや、まずはこの夫婦の愛を感じる掛け合いでしたね。そうですね。とてもテンポがよくって、お互いにこう支え合ってる感が出ちゃって、見よってこうほっこりしました。うん、あと気になったのは、そう、漫才今回初めてって言ったんですけど、どうして今回漫才をしようと思ったかです？そうですね、パフォーマンス数ある中でなぜ漫才を？まずは本当に、一人でだけ空手演奏したいけど、はい、やっぱり、漫才と空手 の方も した方がいいって。あ、なるほど。じゃあ本当は別々で出られる予定のものを一つに組み合わせて、はい、さすが、そこも愛を感じますね。そうです ね、やっぱりこうお二人で支え合って一つのものを作ったということで、見ていて、あ、どうですか？いや、あと、いや、愛といえばね、はい、そのメープルシロップから柚子をね、あの、今日もかけて食べてきたっていうようなお話があったので、はい、あ、なんか高知愛もすごい溢れちゃって素敵やなと思いました。うん、そう、ジェフさんは高知へ来られて6年っておっしゃってましたよね。はい、どうして高知へ来ようと思ったんです？日本に来たい、それも、あ、英語を教えたい。あ、でも、なんか、
英語教育プログラム申し込みして、でもやっぱり僕は日本の地域全然わからなかったので、はい、突然でこっちにしました。ちなみにジェフさんが英語でバッと喋ったらマリさんはそれ通訳できるんですか？通訳、はい、いやこう異文化だから、あのマリさんの方は英語が達者なのかなと思って。全然もう片言です。あ、そうなんや。いやでも本当にね、素敵なカップルやな、まあ、ご夫婦やなと思いました。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。いやこの漫才に取り組んだというのがすごいということで、やっぱり自分と柴田君で英語で漫才とか しろって言われても絶対できないですもんね。それをジェフさんはちゃんと日本語でちょっと掛け替えができるということで、ちゃんと間合いも考えてやられていたということがまず一つ、うん、ということと、あと一つがですね、すごい龍馬のことを勉強されてますよね。そうですね。ところどころに龍馬に関するいろいろな知識が入っていて、すごい納得させられたというか、そういうところも得点アップの一つになってますね、うん、で私ね、これ一つ豆知識なんですけど、はい、坂本龍馬が免許改伝の目録を取得していたではないですか。あれ実はですね、刀ではなくて薙刀の標本目録の免許改伝のあれを取得しているんですけど、その当時のそういうものって総合格闘技の意味合いがあったんですよね。なんで刀の免許改伝を取るよりか、薙刀の免許改伝の目録を取った方が戦う際にすごい有利なんで、坂本龍馬は薙刀の免許改伝を持っちゃったんですよ。なんでもし龍馬が行っちゃったら、やっぱりそういうね、空手とか習っていたかもしれませんよね、うんうん、そうですね、はい、これまた漫才の幅も広がりそうな、ね、ネタをいただきましたので、またこれからも頑張ってくださいね。はい、はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。それでは続いて準グランプリの発表です。プレゼンターは川村真嗣さん、よろしくお願いします。それでは準グランプリを発表させていただきます。ドキ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 。準グランプリは山崎麻里さんとジョン・ボン・ボン・ジェフリーさんです。おめでとうございます。どうぞ前にお進みください。読ませていただきます。表彰状、準グランプリ山崎麻里、ウォン・ジェフリー殿、あなたは高知旅広場主催復活なりきり龍馬コンテストにおきまして優秀な成績を収めましたので、これを賞します。令和元年11月24日高知旅広場運営本部、おめでとうございます。いや素晴らしかったですよね。副賞の授与もお願いいたします。副賞でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあそれではまず受賞されましたお二人にお話を伺いしたいと思います。すいません、もう一度前にお願いいたします。受賞されました、今のお気持ちはいかがですか？緊張してますね。本当に嬉しいですけれども、本当に緊張しました。でもやっぱり最初、このコンテストと漫才、いや、まあ、私体験ですけれど、本当にたくさん頑張ったので嬉しかったです。ありがとうございます。さっきジェフリーも申しましたように、新しい体験、夫婦の共同作業を乗り越えて、また新しい
絆が生まれたような気がします。私たちYouTube チャンネルで夫婦の共同作業を作っていますので、 YouTube チャンネル名はマリ TV、 MARITV でマリ TV 登録して見ていただけたら、また夫婦見られると思います。ありがとうございました。 PR もしっかりしていただきました。ありがとうございました。それでは審査員のお二人からコメントをいただきたいと思いますが、はい、この二人 の、 演技というか舞台を見せていただきまして、やっぱり一番感じたのが夫婦愛ですよね。やっぱりお互いがお互いをいたわっているということがすごい見えましたし、すごい勉強もされていたということで準優勝に選ばせていただきました。おめでとうございます。アクティブ圭介さんどうですか。マリさんのお量産具合がまずすごかったですそしてジェフリーさんの龍馬のかっこよさ、それがなんかすごいこうにじみ出た気がします。本当にかっこよかったし、あと漫才でもすごい笑わせてもらいました。本当にありがとうございます。おめでとうございます。改めて大きな拍手をお二人にお送りください。さあ、それでは復活なりきり龍馬仮装コンテスト、スプーンは負けられるけどこの気持ち負けられない、スプーンは負けられるけどこの気持ち負けられない。